お元気ですか、ボクシミです。今回は BB 部北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023の開封動画、2回目でございます。前回同様ですね、前編後編に分けてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。なおですね、今回2回目なので、ノーマルカードの説明は割愛とし、レアカードや直筆サインカードなどをのみ紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。まずは前編の9パックやっていきたいと思います。はい、前編の9パックやっていきたいと思います。まずは前編のね、1パック目でございます。でこちらね、奈良間大輝選手のカードでございます。万波中正選手のこちらね、キラーでございます。外野手でございます。はい、2袋目でございます。で金村翔馬投手のカードでございます。で加藤貴之投手のね、カードでございます。宮西直樹投手のキラでございます。2袋目でございます。矢沢浩太、投手兼外野手のこちらね、限定カードでございます。でこちらがね、100分の、45となっております。ちょっと見た目よりもね、ちょっとね、ブロンズ系のね、色をしております。では続けていきたいと思います。北山浩樹投手のキラでございます。はい、4袋目でございます。杉浦俊博投手のキラでございます。5袋目でございます。
で木村文勝選手ですねの直筆サインカードでございます。ね、引退されました。本当にね、お疲れ様でした。こちらがですね、59分の13となっております。はい、続けていきます。宮西直樹投手のピザでございます。あ、失礼いたしました。今川優馬、外野手のカーキラーでございます。失礼いたしました。二つね、重なってました。失礼しました。で、宮西直樹投手の、ね、カードでございます。これノーマルでございます。失礼いたしました。はい。1、2、3、4、5。はい。6袋目で、6袋目でございます。北山幸喜投手のカードとなっております。斉藤幸也投手のカードでございます。堀瑞貴投手のキラでございます。で、7袋目でございます。はい、失礼いたしました。加藤隆之投手のカードでございます。松本剛外野手のカードでございます。8袋目でございます。失礼いたしました。今ね、氷がね、落ちる音が鳴りました。失礼いたしました。野村勇気内野手のカードでございます。で、最後は前編の9パックラストでございます。金村翔馬投手のカードでございます。金村翔馬投手のキラでございます。はい、以上でございます。BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023開封動画2回目の前編9パック前編、終わりたいと思います。途中でね、ちょっと冷蔵庫のね、氷の落ちる音がしました。大変失礼いたしました。ね。この木村選手の直筆サインカードが出たので、ほぼ後編の9パックで直筆サインカードは、難しいと思いますが、9パックやりますので、もしよかったら興味のある方は見に来てください。はい、以上でございます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。